ちょっと久しぶりの動画になってしまいましたけども、今回のニュースはですね、なかなかまあ、前にもですね、えー、これのん作りかけというかですね、こういうプロジェクトが始まるよというニュースでえーお送りしたことあるんですけども、えー、まあタイトルにもある通りですね、東京五輪の成果にも利用、世界最大級の再エネ水素製造拠点が福島に誕生というニュースなんですよね。 で福島はまあご存知の通おり、まあ、原発の事故ですよね、特に、えー、ここにも書かれてますけど浪江町ですとかね、えー、帰宅困難地域の場所ではですね、まあ、人はもちろん住めないのはもちろんですけれども、事業を展開するなんていうのは、ね、なかなか難しい場所ではあるんですけれども、まあ、そういったところにですね、この再生可能エネルギーの生産拠点ですね、しかも再エネから作った水素製造ですから、それの、ねまあ、最大級、 こういったものが、まあ、これ今は世界最大級ですけども他の場所でもいろいろ作られるんじゃないかなというところです。日本で、ね、これだけ大きな土地をドーンって作るっていうのは、ね、なかなか難しいですし福島のイメージを、ね、よくしていくっていうところでも非常に貢献できるんじゃないかなというところでもありますし、まあ、非常に私的にもですね、面白いニュースだなと思ってこれは注目してました。ととうとうですね、 えー、3月かからら稼働開始とということになりまままどんどんますすすどどんんんん本読読ででききねヘッダーず福島県浪江町に世界最大級の再生可能エネルギーを活用した水素製造拠点福島水素エネルギー研究フィールド FH2R が誕生太陽光発電の電力で年間最大900トン規模の水素の製造と貯蔵が可能でこの水素は東京オリンピック・パラリンピックでも活用される予定だというニュースですね。 で福島県浪江町で建設が進んでいた世界最大級の再生可能エネルギーを活用した水素製造拠点、福島水素エネルギー研究フィールド FH2R が2020年3月から稼働を開始するということです。太陽光発電の電力で年間最大900トン規模の水素の製造と貯蔵が可能で、この水素は東京オリンピック・パラリンピックでも活用される予定だということですね。よく私の動画にですね、 あのー、コメントいただいた方で、まあ当然だとは思うんですけれども、この再生可能エネルギーから作る水素というのは無駄が多いよって言われるんですね。つまり、あの水素を電気分解するときにもかなり電力を使うし、その電力を太陽光の発電からね使うっていうのは非常にですね、あの無駄が多いと。 まずはその電気をすごく使う割にはその水素がなかなかできないよっていうこととか太陽光発電自体もですね、まあ、不安定な発電方法ですし毎日毎日きちっと、ね、発電できるわけじゃないんだからっていうことで、まあ、原発の、ねえー、ことを比べられたりとかするんですけど、まあ、当然、ね、そこら辺は、ね、私もある程度は分かっております。あのまあ、効率が悪いですとかね、 かなり無駄な部分が、ね、結構多いというのはやっぱり分かるんですけれども、まあ、自然エネルギーから作るというのがやっぱりポイントですよね。で水というのも、まあ、もちろんただではないですけれども、まあ、ここら辺の地域でしたらね、川とか、まあ、日本全国そうですけれども、川とか海に面しているところであればね、あの水を得るというところはそんなに難しいことじゃないですよね。日本は世界でもあの降雨量の多いところですし、 水を溜め込むということは、ですね、そんなに難しいことではないです、ね。自然の恵みとしてね、やっぱりあるわけですから、でそういったときにです、ね、こういったものを使うことによって、何が普通のね、今までのエネルギーと違うかっていうと、ですね、まあ、今までのエネルギーだって、結局、原子力もそうですけども、廃棄のコストまでね、あのー、電気料金に上乗せしたら、ですね、相当乗っかっちゃうんじゃないかなと私は思うんですよね。 廃棄コストとか、あるいはまた別でこう国から出したりとか補助金によって、ね、こうやられてますけれども、まあ、この場合、1回作ってしまえばです、ね、まあ、メンテナンスコストはかかると思うんですけど、基本的にはあのーまあ、ただに近いエネルギーをです、ね、こういただいてこう作るわけなので、まあ、少量的なものかもしれませんけど、各地にいろいろできることによって、継続的にです、ね、エネルギーが得られやすいですよね。 でまあ、今回もですね年間900トンということですから、まあ、世界最大級、今のところね、これですから、かなりの水素の製造ですよね。で後で出てきますけども、えー、FCV ですね、えー、これ1日560台に供給できる量ということですから、まあ、これトラックに、ね、入れるとしても、こう1日分ぐらいはね全然いけちゃうんじゃないかなと思います。はいまあちょっとそういったところでね。 ちょっと先読みしちゃったところもあるんですけども、本部をまた読んでいきますね。FH2R は新エネルギー産業技術総合開発機構、NEDO の技術検証プロジェクトで、東芝エネルギーシステムズ、東北電力及び岩谷産業らが協力して開発を進めてきた。再生可能エネルギーの導入拡大に伴って発生する余剰電力で水素を製造し、その貯蔵利用までも含めたシステム、パー r d ガスの検証と検証を目的としたプロジェクトだ。 普通、こんなね、えー、やっぱり立派な設備ですよね。これ、イメージなので、実際はちょっと違うのかもしれませんが、やっぱり周りに太陽光があって、すぐにここで製造してる、えー、水素を製造してね、これ、貯めてるんだと思うんです。これ、水素タンクだと思うんですけども、まあ、こんな感じでやってるというところですね。FH2R では、拠点内にある太陽光発電と系統からの電力を用い、1万 kW 級と、 大型の水素製造装置により、えー、年間最大900トン規模の水素を製造できると1日当たりの水素製造量は最大で10ノルマル優米でこれは約150世帯の1日の電力使用量に相当する電力量を発電できるほか燃料電池車 FCV560 台に水素を供給できる能力に相当するというこれねもう一つ肝なのはこの太陽光 っていうのはです、ねまあ、当然、原子力とか火力に比べれば、やっぱり発電量っていうのはそんなに引き出したことはないんですけども、製造拠点をね近くに作るっていうことで、送電ロスをなくせるんですよね。で、あの過剰に発電した場合でも、その製造拠点で十分あのクッション的にねこう作るようにできれば、ね、あの太陽光から直接、もちろん発電した電気を送ってもいいんですけども、 余剰分を備えあのどん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 こちらの水素にね転換できるっていうのがやっぱりポイントだと思いますよね。で今はやっぱりコストも高いかもしれませんけれどもこういった設備がですねいろんなところに作れるあるいはサイズを小さくしてね家庭でも作れるようになったりとかそういうふうになってくるとすごく面白いなっていうところはあるわけです。で この、ね、ガスというものに変換、水素ガスというものに、ね、こう変換、水素に変換するというの、ね、は、この状態ですと水素ガスなんですけどもあの、普通にですね、成果としてこうやって使えるっていうふうなことも書かれてますが、火力が、ね、ちょっと弱かったりとかもするんですけども、普通の家庭用のガスとしても使えるということなんですよねで。ここがポイントなんですよ、電気だけじゃないよと、火力も作れるよというところが、やっぱりこの水素のいいところなんですよね。 でそれを燃やしたときにも CO2 が出ないと。ノックスはちょっと出ちゃうんで、まあ、完全にこうきれいなガスというわけではないんですけども、でもね、あの今までに比べれば全然やっぱりその作ってる過程がですね、えー、非常にクリーンなもの、クリーンというかですね、やっぱり他から輸入しなくていいっていうのがやっぱり一番いいと思うんですよね。自国でエネルギーを生産できると。そういう体制っていうのはですね、特に日本みたいな島国の場合は、 私はすす。ごく大事ななことかなとかいますあんまりそれについてねこう細かく追求する人たちっていうのはあんまりいないんですけどもまあいざとなったらね自分のところで作れるからいいよっていう形の体制を整えておくっていうのが特に災害も多いですしねで今この、えー、動画を撮ってる時っていうのはですねあのコロナウイルスがすごく流行ってまして外出がだんだん困難になってきてる。 そういう状態でも電気とかガスっていうのはね、怒られてきますけれども、例えばね、あのクルーズ船が、この間ね、やっぱりダイヤモンドうですよね、えー、あれがですね、まあ、あれはクルーズ船だからね、客船なんで、あのコロナウイルスが氾濫して、まだ全員下船できてないような状況ですけどね、あの閉じ込めちゃってっていうことはありましたけれども、あれがね、輸送船でも起きたらどうなっちゃうのかっていうことですよ。 今でもね、やっぱりテロの脅威とかですね、そういったものは全くないわけではないですし、中東情勢とかですね、まあ、あの輸入に頼っている石油なんかそうですけども、そういったところの政常不安というのが、まだまだやっぱり完全に脱ぎは切れないですよね。いつどうなるかというのはわからないです。でも自国でこうやって作ることができるようになれば、まあ、水と、まあ、電気と、まあ、 エネルギーとしてね、原料としているものも水と太陽光ですしね、この場合は。で、ガスと電気ができるということであれば、エネルギーに関するものっていうのはね、かなり、あのー、いいわけですよね。だから水素を使うようなガスの機器に取り換えるっていうのはちょっとまた大変なことですけどもねで。そこら辺の部分っていうのはやっぱり保証できるわけですよね。で、<laughs> すいませんね、えー。製造した水素は燃料電電池による発電分野での利用や、 工場や燃料電池車などのモビリティ分野に供給していく計画、新福島新エネ社会構想に基づき、福島県内での再生可能エネルギーをと水素を利用したエネルギーの地産地消にも活用すると、プロジェクトではこうした市場の水素需要を予測し、最適に水素の製造・貯蔵を行えるシステムの構築も目的としていると。水素製造量を調節することにより、 電力系統の需給バランスの調整にも活用する狙いだと、とここが私は大きいと思います。あの再生可能エネルギーはね、この需給バランスを整えるのが結構難しいので、その緩衝材としてこの水素を使うっていうところがやっぱり大きいと思いますよね。なお、FH2R で製造した水素の一部は東京オリンピック・パラリンピックの際に燃料電池車などの燃料として活用、同大会では聖火台と一部の聖火リレー、トーチの燃料として 大会史上初めて水素が使われる計画だが、FH2R で製造された水素も利用される予定だということですね。FH2R の建設は2020年2月中に完了し、稼働は2020年3月からを予定している。n e o は本格稼働に先立ち、2020年3月7日に現地で開所式を行う予定だということですね。これを取っているのが2月の今日29日なので、まあ、これからですよね、行われるんだなということです。ね、楽しみですよね。 で、私ですね、全く関係ない話にはなってしまうんですけども、えー、ここ最近ですね、たまたまちょっと読んだ本の中に、エア2.0というタイトルの本がありまして、これ、榎本則夫さんというか、えー、著者ですね、の方の本があります。で、この本の中に、まあ、これ、フィクションではあるんですけども、福島のですね、 そのののの原発ででになっった後い活用の話っててが出てくるんですね。まあ、エアーが何なのかっていうのはこれ小説の肝なので話さないですけどもその時にねこの福島で行われる再生可能エネルギーの話とか洋上風力発電付帯、まあ、式の話っていうのが結構出てきてですねあなんかこの私の動画を作ってるのと結構似てるななんて思ったりもしたんですね。 でまあ、物語自体も結構面白いので興味ある人はちょっと読んでいただいてもいいかなと思うので、まあ、下にちょっとね、えー、リンクを載せとこうかなと思うんですけども、まあ、そういった形でですね、まあ、フィクションとはいええー、いろいろなねこういったネタにもされるぐらいにやっぱりこう再エネっていうのがね少しずつ注目されてきてるかなという気はしますねはいえーとですね、まあ、今回世界最大級の再エネ水素 水素製造の拠点というのができましたけれどもこれからね世界最大級ではなくてもいいんですが小規模でも中規模でもいいのでこういった拠点というのがねいろんなところにできるといいなと思います特にねあのー、メガソーラーの脇っていうのはですねなかなかそのバイデンだけをねもちろん目的,として目,的目的として作ってるとは思うんですけども こ水素製造というのをくっつけるとですね、ガスの製造もできると同時に需給調整に対してのです、ねえー、クッション性も出てくるので非常にいいんじゃないかなと思いますだからメガソーラーの脇にこういったものが今後、ね、できる可能性というのはやっぱり増えてくるとは思います、まあ、どれぐらい、ね、この実証実験でこうできてくるかとか水素の利用方法というのはどれぐらい、ね、進むのかというところにもなるんですけども やっぱり燃料電池車もそうですし、ガスの利用としてこう使えるようになってくると、まあ、世界的にもですね、日本的にもそういうものが注目されれば非常に面白いなと思いますよね。はい。ぜひね、このプロジェクトはどん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 あの成功していってほしいなという気持ちを込めて、この動画も作ってみました。はい。えー、最後までね、聞いていただいてどうもありがとうございます。